はい、どうも、こんにちは。僕です。ニュータンガンロンパ V3。あ、やっと言えた。続きをやっていきましょう。じゃあね、今回は地下1階に来ていますね。ここの2つある部屋をね、探索していきたいと思います。ここに誰かいるのかな？入れましたね。ゲームルーム？なんで学校にゲームルームがあるんだ。誰だ？ちっちゃい子がいる。あれ？ここってゲームセンターみたいだね。ゲームセンターが学校にある。でもここって学校なんだよね。学校にゲームセンターなんてあっていいの？まあ学校なのかすら謎だけどね。うん、ちっちゃい子がいるね。こいつタバコ吸ってんだよな。なんなんだ。マジか。このこいつ大塚明夫ボイスなの。まったくここは妙なところだぜ。閉じ込められたと思ったらこんな娯楽施設までありやがれ。本当に閉じ込められてるの？どこかに出口はないの？まだまだだな。まだまだだな。あんたらはそれを突き止めるためにあちこち歩き回っているんじゃねえのか。だったら結論は自分で見つけるもんだぜ。そうだね。だが、閉じ込められているにしてもクールな方さ。俺がいた監獄に比べればな。監獄？何？超高校級の何？監獄って、あなたも超高校級の高校生なんじゃないの？昔の話だ。そいつは昔の話だ。何これ？何この顔で大塚明夫さんの声が割り当てられてるの？ありかよ。これ出落ち感がやばいんだけど。超高校級のテニス選手と呼ばれた星龍馬はもうどこにもいねえ。テニス選手？これ自分のことを言ってるの？俺はその慣れの果てだ。何それ、かっこいいな。超高校級のテニス選手、星龍馬って君がそうなの？新聞で見たことあるよ。星ヒューマン。なんとかの星。海外の大会でも優勝している将来有望なテニス選手がマフィア組織を一人で壊滅させたって。マフィアを一人で壊滅？確か。特注の鋼鉄でテニスボールを使った殺人テニスで次々とマフィア連中の頭を打ち抜いたらしいけど、それテニヌじゃないですか？テニヌ。殺人テニスって。そこまで知っていたかよ。で、どうだ？自分の才能を人殺しに使うようなクズを目の当たりにした感想はよ。でもどうしてそんな自分の将来を棒に振るような真似を？やれやれだ。その将来ってやつが、ちょっとダメだ。大塚明夫さんのね、声大好きなんですわ。俺に必要なくなったからさ。いや、なんでもね、柄にもなく喋りすぎちまったみたいだ。そんなことより。ともかく、忠告しておくぜ。俺みてえな殺人者には不用意に近づかねえことだ。人殺しなの、本当に。と、それだけ言うと、彼は私たちに背を向けてしまった。星龍馬ね。なんて覚えやすい名前なんだろう。一発で覚えられるわ。特徴と名前がね、一致するね。植物の根がここにも入り込んでるのか。この様子じゃゲーム機も動かなそうだね。動かないの？ゲームはあるけど動かせないんだ。それ残念だな。あれ、正面の扉が出入り口かな。このモニター地下にもあるんだ。こんなところ何もないんだな。待った。あのね、忘れてたんだけどね。違う、そうじゃないんだ。これ。椅子と机ぐらいしかね、壊せないんだね、これね。じゃあ出よう。ここはもういいや。大塚明夫さんがいました。じゃあもう一個の、こっちはなんだ、図書室かな。図書室っぽいですよね。何ルーム？ライブラリーか。すごいな、このライブラリーも。扉を開けるなり、むせ返るような本の匂いに包まれた。ここは図書室かな。そうだね。あちこちに本が散らばってるね。あんまり片付いてないみたいだ。あ、そういうのが気になるってことは、さては犀原くんって綺麗好きだな。そういうことじゃなくて、ここ元は誰かが使ってたのかと思って。誰かって？いやそれはわからないけど、とりあえず調べてみようか。とりあえずそこにいる子、なんかね、似たような子がいたよな。ねえ、なんか茶柱天子ちゃんに似てるね。あのさ、あなたも超高校級の人だよね。そうだね。
口元が可愛い。え、今ので終わり？随分と無口な子だな。私は赤松楓って言うんだ。超高校級のピアニストって呼ばれてるの。僕は西原修一。一応こう超高校級の探偵ってことになってて。もう一応じゃなくて、ちゃんとした超高校級の探偵でしょ？そうだね、うん。この子は、それで、あなたは？春川真希。超高校級の保育士。何？この年で超高校級の保育士なの？春川真希。保育士はそんな名前なの？超高校級の保育士なんだ、はあ、意外？子供が好きそうに見えない？見えないな。そうだよ、それ当たってるよ。別に子供なんか好きじゃないから。でも超高校級の保育士ってことは逆に子供から大人気とか？どうでもいいよ。あいつら意味不明だよね。勝手に私に寄ってきてさ。面倒見がいいわけでも愛想がいいわけでもないのに。でも子供って見る目があるって言うよね。その子供に好かれるってことは、ね、春川さんって実は愛が深いタイプとか。愛が深い、きっとそうだよ。自分にぴったりの道を選んだんだね。違う、選んでない。私に選ぶことなんてできなかった。どういう意味？別に何でもないけど、ただ私はずっと孤児院で育ってそのまま手伝わされるようになっただけだから。孤児院そうだったんだ。ねえ、ところでさ、君はあのモノクマ像について何か知らない？そうそう、あれって誰かが操ってるんだよね。誰が操ってるんだろうね。そうね、私が知るわけないじゃん。まあ確かにそうだよね。あのモノクマ像は全員のところに来たんだよね、多分ね。私たちが巻き込まれた事態に関係しているのは間違いないと思うんだけど。ちょっと、そっちのあんたはわからないんだ、探偵のくせに。まあ最初から何でも分かったら探偵じゃなくて神様だよ。っていうか、ぬいぐるみなんてどうだっていいか。大事なのはここから出ることだもんね。あのさ、出られると思ってんの？全国に散らばる超高校級を集めて拉致するなんてやたらと大掛かりな計画だよ。そこまでしておいてそんな簡単に終わると思う？そうじゃないよ。終わるんじゃなくて終わらせるんだよ。私たちみんなで協力してさ。協力してさ。協力って見ず知らずの他人同士が。甘いよ、そんなに簡単に行くわけない。何かな。通信簿に春川真希。さすがにね、名前覚えきれないんだよね。あれ、いなくなっちゃった。彼女は一方的に会話を終わらせるとそのまま図書室から去っていってしまった。なんか感じ悪かったね。超高校級の保育士とは思えないよ。もうそんな風に言わないの。何かある？この図書室、これだけ散らかってるってことは、やっぱり前に誰かが使ってたのかな？いや、それはまだわからないけど、ちょっと調べてみようか。ちょっと調べてみる。調べる？地球儀。とってもゴージャス。な地球儀だね。ゴージャスね。それが言いたかっただけかよ。これって高い棚にある本を取るための移動式の脚立だね。脚立、なんかいろんなものがあるんだよね、出だしからね。本がびっしり詰まってる。見たところいろんな言語の本が揃っているけど、こんなに隙間なく詰めたら取り出しにくいんじゃないかな。取り出しにくい。他にも何もない。あ、モニターここにあるんだな。で、出入り口がね、2つあるんだよ。裏口の引き戸。裏口の引き戸って調べられるの？あ、出ちゃうんだ。出ちゃうんだね。まあいいや、言ったね。そしたら、あとどこがある？まだ行ってない場所ってどこにあるんだろう？今何人だ？今回2人でしょ。1回目で、確か4人ぐらい。4人ぐらい。で、2回目で5人。9、10、11でしょ。あと5人どこかにいるんだよね。5人もどこにいる？あれ？あ、ここってさっきは通れなかったよね。いつの間にか鉄格子が開いてるけど。誰かが開けてくれたのかな？行ってみよう。あ、入れなかったところが入れなくなってる。違う、入れるようになってる。あ、ここって玄関ホール。
ねえ、犀原くん、そうだよね。ここって玄関ホールだよね。やっぱり入り口だと思ったんだよ、ここ。うん、そうみたいだね。ね、ということはさ、ということは、うん、そっちか。サウスって書いてあるよ。南。あの扉が玄関なんだよね。あそこから外に出られるってことだよね。いや、迂闊に扉を開けるのは危険じゃないかな。罠があるかもしれないし。大丈夫。誰よ。その憂慮は不要だよ。扉に危険がないことは僕がすでに確認済みさ。なんか軍服みたいだね。僕が何者なのかって、そうだね。まずはそれを明確にしようか。僕の名は、新宮寺コレキヨ。超高校級の民族学者と呼ばれている。あれだよね。見た目とね、見た目と才能が、なんかね、アンマッチなんだよね。神宮寺コレキヨ、民謡学者、民族学者。おや、あまり聞きなじみがない。よかったら簡単に説明するよ。そっか、じゃあお願いしようかな。民族学は、習慣や伝説、民話や民謡など古くから伝承されてきた民族を研究する学問なんだ。普段の生活の中にもいろんな風習があるけど、中には由来のわからないものもあるでしょ。そうだな。例えば七五三や節分、そういうものの検証を通じて伝統的な風習を思考面から解明する学問なんだよ。伝統的な文化、信仰、風俗、慣習、思考の様式を解明するための学問ってところかな。うん、分かったような分からないような、けどなんだか楽しそうだね。そうだよ。もちろん楽しいよ。人間そのものを観察する学問だからね。へー、美しいよ。あー、やばいやつだな。僕は思うんだ、人間には無限の美しさがあるってね。僕は様々な土地で様々な人間を見てきた。全ての人間は醜い面も含めてとても美しいんだ。だから僕は興味があるんだ。この困難な状況で人間のどんな美しさが見られるのかね。人間っていいよね。この人って見た目通りの不気味な人なんだね。でもそもそも困難なんてないよ。だってあの扉から外に出られるんでしょ。だとその目で確かめてみるといい。君の望みが打ち砕かれる瞬間、それもまた美しいと言えるのかもしれない。打ち砕かれるって何それ、どういう意味、開かないってことでしょ。なんだっけ、コレキヨくんね。通信簿に神宮寺コレキヨの情報。これで12人目だっけ。人数カウント数えられないんだよな。なんかあるかい、犀原くん。え、お前もか。じゃあちょっと調べてみようか。犀原くん、じゃあ行こうか。うん、と意気込んでみたものの、私はなかなか一歩目を踏み出せないでいた。正直なところ私は怖かった。だってもしこの向こうが違う、でもそんなの私らしくないよ。怖いからって目を背けてちゃダメだよね。ちゃんと前を向いて進まないと。大丈夫、赤松さん。もちろん。なんでもない、犀原くん、今度こそ行こう。私は改めて気合を入れ直すと扉に向かって力強く歩を進めた。開かないんでしょ。開かないんだよね。扉を開けて外へと出た私たちを迎えたのは、出れるの、出れたの。青い空、照りつける日差し、心地よい風、それと、何これ、檻、どちらも正解だった。それは檻でもあり壁でもあり、とにかく恐ろしく巨大な建造物だった。それが私たちの目の前に圧倒的威圧感を持って立ちはだかっていた。これ出れないってこと、出れないよね。壁、下には壁があるのか。こんだけでかい檻なら出られるかなとか思ったけど、下の方は壁になってるんですね。いや、目の前だけじゃなくて右も左も、そして後ろにも。それは私たちのいる学校をすっぽりと囲んでいたのだ。なんだよこれ、あっちもこっちも囲まれてる。どうなってるの、何これ。学校は、学校、外も歩けるんだ。ねえ、あの檻にびっくりしているみたいだね。まあその気持ちはわかるよ。
オイラも初めて見たときは歯と爪がボロボロになりましたもん。驚いただけでそんな悲惨な症状に。けどさすがのデカさだぜ、ビンビンだぜ。果ての壁って何ふさわしいデカさだよな。果ての壁？普通は壁って2つの場所を仕切るためにあるやろ。けどあの壁は違うんや。ただ単にこの世界の果てにあるってだけなんや。は？ねえ、何の話してるの？何や？ん？何の話やったっけ？え？誰が話してたの？オイラが話してたんだっけ？なんだよ、なんだよ。笑ってないでちゃんと説明してよ。説明も何もないわ。そういうことだから諦めてとしか言えないの。ここからは出られないのよ。あの壁に出入り口はないし、よじ登ったり壊そうとしても無理なのよ。登れないの？さすがの超高校級でも登れそうになるくらいで、ほとんどの場合は無理なんだぜ。登れそうにはなるんやな。私は思いっきり息を吸い込むと、壁の向こうに向かって精一杯の声で叫んだ。誰か助けて、ビクン、お願い助けてよ、ビクン、助けてってば、この大きな壁の中にいるんだよ。なんなんだこいつら、何ビクビクしてんの。私は必死に声を張り上げたけど、いくら叫んでも反応はなかった。はあはあはあ、やめてよ。もうやめてよ、喉を痛めちゃうわ。そうだぞ、いくら叫んだところでどうせ誰にも聞こえねえんだ。え、誰にも聞こえない？おい、人がいないってこと？どういうことだ？どうして誰にも聞こえないって言い切れるんだ？ちょっと、なんとか言えってよ。それはモノダムには酷だよね。おい、誰でもいいから何か答えろよ。くそ、さすがはモノダムだね。心を開いてないだけあって完璧な無視だよ。そのきっかけを作ったミーの壮絶ないじめのおかげだな。かわいそうに。もう仲良くしようよ。うっさいポケ、ワイラはギスギスしてこそのものけまずや。なんなの？あなたたちってこの学校って何なの？あのね、それは貴様ら自身で調べるんだよ。自分の足で、手で、目で調べてみなよ。あのね、ただ足元には注意して探索してね。この学校ってまだ工事中なのよ。え？工事中？誰が工事してるんだ？そこで私は改めて周囲を見回してみた。あ、本当だ。増改築中だね。確かに敷地内はあちこちで工事をしているみたいだった。まだ施設を建てている途中のように見えるけど、なんだこれ、チャプターが進むとどんどん建物ができていくのかな。この学校ってまだ建築途中なの？いや、廃校だった場所を改造しているんじゃないかな。どっちにしても工事はすぐに終わらせるよ。エグイサルを自動操縦モードで働かせる予定だから、あれが動くのか。え、エグイサル？エグイサルは暴走族上がりの土木作業員で、歌とダンスの夢を捨てきれねえ妻子持ちって設定だぜ。エグザイルか。ロボットにそんな設定いる？車のフロントにはゲーセンで撮ったぬいぐるみを並べて、ハンドルはもちろんヒョウ柄なんだよね。苦手なタイプやな。いい加減にせえ。君らとはやってられんわ。それで帰るのかよ。そうなんだ。外には出れるんだね、一応ね。言っちゃった。けど今はあんな連中なんかのことより、今の話って本当なの？ここから出られないって、あの壁は越えられないって、それに助けも来ないって。で、諦めてどうする？私は両手で頬を叩いて自分に気合を入れ直すと。ねえ、西原くん、どこかに抜け穴がないか探してみようよ。私は黙りこくったままの彼の脳天に痛烈なチョップをお見舞いした。いて。あのね、西原くん、人のことは言えないけど、こんな壁くらいで諦めちゃダメだよ。だって私たちはどこからか入ってきたんだから、出口は絶対にあるはずでしょ。そう、出られないのは今はってだけで、きっと出られるようになる。うん、みんなで協力すればいいんだよ。ここから出たいのは一緒なんだからさ。そうだよ、諦めるのはまだ早い。まだ全然早いよ。あ、外に人いるんだね。
へそと歩けるんだ。これ学校ってどんな外観してるの。あれあれ、思ったよりちんまいな。これが学校、これが学校なのか。2階建て、3階部分は工事中なのかな。これは3階、2階までは完成してる感じですよね。モノクマのねマークがアイコンが書いてある。工事中って書いてある。へー、このコンテナとか何が入ってるの、すごい気になる。待って、その辺に今人いなかった。今この辺に誰かいた。あ、いたいたいた、通り過ぎてた。もう一人ね、新しい人。まったく、よくもまあ、あんなバカでけえ壁を作ったもんだぜ。本当だよね、わけわかんないよ。あのさ、これからどうなっちゃうんだろうね。もしこのまま出られなかったら。おい、そいつは泣き言か。え、いいか、泣き言だの愚痴だのはやめておけ、癖になっちまうからな。そうだ、それにあんな壁なんて、あんな壁なんてちっぽけなもんだ、宇宙のデカさに比べればな。は、宇宙。おう、ほんと、そういや自己紹介がまだだったか。俺は宇宙に轟く桃田海人だ。泣く子も憧れる超高校級の宇宙飛行士だぜ。桃田海人、宇宙飛行士なの。宇宙飛行士なんだどうだ、宇宙飛行士だぞ、かっけえだろ。そうだね、宇宙なんて行ったことないから詳しくはわからないけどそりゃそうだ、素人が簡単に行けるところじゃねえからな。俺も宇宙飛行士っつってもまだ訓練中だしな。まだ行ったことないのかな。そっか、あーなんだ、訓練生なんだね。でもよ、けど10代で宇宙飛行士の試験に合格したのは俺が初めてなんだぜ。つうか宇宙飛行士の試験は大学卒業の資格が必要で、普通は受験すらできねえんだけどな。え、だったらどうやって試験を受けたの。知り合いに手先が器用なやつがいてな、そいつにいろいろと寄贈してもらったんだ。犯罪じゃん。そうだ結局暴れちまってえらい目にあったぜ。けど上の連中が面白がって採用してくれたんだ。もちろん試験が良かったからってのもあるけどよ。もう無茶するな。おう、無茶くらいしねえと、夢はいつまで経っても夢のままだ。いきなりいいこと言うな。3年も4年も待ってられっかっつうんだ。俺は1秒でも早く宇宙に飛び出してんだよ。でもすごいエネルギーだね。おう、ああ周りからは無理だって言われ続けたけど、俺は一度も諦めたことなかったぜ。要は限界なんて自分で決めちまわねえ限りは存在しねえってことだ。やってやろうぜ。超えられねえ壁なんてねえんだよ。あの壁だってそうだ。もしかして何かいい考えでもあると。うせえそういう問題じゃねえんだよ。ないんだね。いや、そういう問題だと思うけど、なんか言うことはやたら大きい人だな。言うことはやたら大きい。カイトくん、カイトくんね。覚えるのがしんどい。名前を覚えるのがしんどい。この建物なんだ。あ、なんか入れるんだ。入れるんだね。意外と。そして人がいる。円形のホールを取り囲むようにして、たくさんの扉が並んでいる。熊襟。え、熊襟。あ、ここは寄宿舎的なところかな。熊襟。お邪魔してるでー。お邪魔するでー。今度は何？お邪魔してるってどういう意味？何？ここは貴様らのお家やないかい。シャワーもビチッと完備されてるからおしっこもできるぜ、シャワーで。ねえ。ちゃんとトイレもあるんだし、そっちですれば。え、ダイモか。あ。むしろダイモシャワーでするつもりだったの。汚いわね。それだけ、それだけを言いに来たの。ここで寝泊まりするんだ。お家ってどういう意味だろう。もしかしてここに泊まれって意味かもしれないね。ほらドアが16枚あるし、多分それぞれの個室になってるんじゃないかな。やめてよ、個室なんていらないよ。こっちは長居なんてする気ないし。新しい人がいるんだよね。この子ね、ちょっと可愛い。それにしてもメイドっぽい。目的が見えないわね。え、何の話。どうして。身の代金目当ての監禁ならこんな広大な施設は必要ないでしょうし、それに私たちを痛めつけるでもなく、むしろ丁重に扱っているようにすら感じるわ。いくら考えても私たちをさらった犯人の目的がまるでわからないわね。犯人か。そういえば考えてなかった。私たちをここに集めた人はどうしてこんなことをするんだろう。超高校級の高校生をこんな場所に集めて何が目的なのかな。失礼したわ。名乗るのが遅くなったわね。
私は超高校級のメイドだった。東条キルミね。キルミ。困ったことがあったらいつでも言ってね。ああ、東条キルミね。まあね、過去にね、ペコ山ペコっていう名前があったからね、あんまり名前じゃ驚かないよね。超高校級のメイド、東条キルミ。超高校級のメイドなんて面白い才能だね。待って、東条キルミって聞いたことあるよ。確か。頭脳明晰でスポーツ万能のスーパー高校生が個人でメイドの仕事をしているって話だけど、その仕事ぶりはあまりにも完璧で、どんな依頼でも必ず完遂するって評判だったはずだ。え？そんなすごい人なの？いいえ。どんな依頼でもは言い過ぎだわ。前にも国家滅亡を依頼されたことがあるけど、さすがに無理だからお断りしたもの。誰に依頼されるの？っていうか依頼されただけですごいけど。そうだよね。噂では各国首脳のボディーガードにも抜擢されたって聞いたこともあるけど、なんかトランスポーターみたい。いいえ。ボディーガードだけじゃないわ。あくまでメイドとして雇われただけよ。へえ。けどそんな重要人物にまで雇われるなんて、まさにスーパーメイドだね。いいかしら。それよりあなたたちはこれからどうするつもりなの？どうするって言われても、どうしたらいいのかな。逆に東条さんはどうするつもりなの？いいえ、私に自分の考えや望みはないわ。メイド、みんなの望みを叶えることが私の望み。メイドってそういうものよ。だからあなたたちは自分がどうしたいのか、私にどうさせたいのかを考えておいてね。みんなのために。はあ、私はみんなのために働くわ。この先どうなろうとね。こんな状況でも他人のためなんて、さすが超高校級のメイドってことでいいのかな。かわいいね。名前が覚えられない。東条キルミ。東条キルミ。東条キルミ。キルミ。うん。なんかあるかな、さやはなくんは。部屋の上に掲げられているのは、僕たちの絵だね。ネームプレート代わりってことかな。あ、これいつも通りだね。ドットでね。こんなものを用意するなんて何を考えているんだ。うん、このドット絵ね、結構好きなんですよね。全員分の部屋がある。あれ、今ので何人目？まだいるんだっけ？これ、この人まだ来てないんじゃない？これ。この人まだじゃないかな。そんなところ？これは誰？これ誰だ？苗木くんみたいな顔？ああ、あれか。キーボかな。あと、この人も多分まだ出てきてない。これはいたっけ？あと2人か3人かいると思うんですけれどもね。うん、とりあえず一旦今回はこの辺でまた終わりにしたいと思います。多分ね、次回もまた自己紹介パートが続くと思うんですけれども、そろそろね、プロローグが終わるんではないかという感じでございます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。